こんにちは。こんにちは。今日ご紹介するお車は鈴木アルト、はい、グレードが G、はい、年式が平成16年、はい、走行距離は65,000km、はい、車検が受け渡し、色がベージュ、そして、はい、今日3台目なんですけど、そうですね、なんとまた高速ミッションでございます。はい、はい、主な装備はですね、エアコン、パースで、ダブルエアバッグ、はい、キーレスエントリー、はい、CD プレイヤー、はい、以上です。シンプルですね。はい、シンプルです。お、相変わらず、相変わらず。まあ16年式アルトといえばですね、ちょっとカタツムリといいますか、はい、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう丸くなった格好のやつですね。そうですね、はい、期間の方は良好ですね。距離も65,000km なので、クラッチミッション、はい、調子いい、調子いいですね。はい、まあ、NA なんでそんなにパワーがあるかって言われたらやっぱり、そうですね、まあ、エンジンは K6A、はい、タイミングチェーンで、はい、DOHC エンジンです。まあ、この辺燃費も良かったりですね、ああ、ミッション車なんか特に、はい、快適ですね。そうですね、はい、まあよくローダウンしてアルミを剥かして楽しんだらいいんじゃないかと提案させていただいてるアルトはですね、はい、まあ、平成11年から15年ぐらいまでのその方の1個前なんですか、はい、こちらのアルトもですね、ローダウンをしてですね、ちょっとインチアップすると、これはこれでかっこいいという、うん、はい、僕の知り合いなんかも、はい、そのようにしてかっこよく乗ってらっしゃる方がいるんですけど、5ドアですかね、D8 なんで、はい、まあ、使い勝手も非常にいいという、これもまたご家族のご理解が得やすい、やすい、ね、はい、見た目も可愛いんで、まあ、奥様が乗られるのにはちょっと高速まで、まあまあ高速なんであれなんですけど、見た目可愛いので奥様はこれでドライブ行こうよ、普段は通勤で使うけど、はい、買い物ぐらい僕が連れて行くから買ってちょうだいこのアルト優しい旦那さんですね、はい、そういうのもありですね、ありですね、そういうことで通勤快速しようという感じで、はい、ご購入いただいてですね、はい、足回りを変えたりですね、はい、ちょこちょこカスタマイズするのもまた楽しみの一つじゃないかな。そうですね、乗るたびに変わってまあ極端に変えるとですね、バレてしまうんで、まあ、ベースはいいですもんね。そうですね、そこなんですよ、やっぱりいくらいつも言うんですけど、HID ヘッドライトをつけたりとかですね、はい、ダウンサスを組んでもですね、はい、期間が良好でないとですね、はい、快適に乗れませんので、確かに、はい、ぜひ一度ですねご検討いただいて、ご連絡などいただければと思います。はい、じゃあいいですか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。